横綱の照ノ富士が8月17日、弥彦神社で土俵入りを奉納し、県内外から集まった約1000人の観客がその姿を見守りました。弥彦神社では2015年の相撲場新築に際し、横綱の春間富士が奉納土俵入りを行って以来、翌年から伊勢ヶ浜部屋は弥彦村で夏合宿を行ってきましたが、新型感染症化によりこの3年間は中止を余儀なくされていました。今回2015年以来8年ぶりとなった弥彦神社での土俵入りには、力士たちの姿を見ようと県内外から抽選で選ばれた約1000人の相撲ファンが集まりました。この日午前9時30分、土俵入りを前に伊勢ヶ浜親方照ノ富士ら一行は弥彦神社を参拝。今日は前回の花町です。照ノ富士その後、相撲場での挨拶に立った伊勢ヶ浜親方は、前回の春間富士に続き2回目この場所で土俵入りができることを大変光栄に思っています。私たちもこれから相撲を通じ弥彦村と新潟県の皆さんに貢献できることがあればと話しました。力士たちは相撲場でまず公開稽古を行い、その激しくぶつかり合う姿に集まった観客からは声援と歓声が上がりました。また力士たちは地元の弥彦小学校の児童との触れ合いでお茶目な姿を見せたほか、大銀杏ができるまでの髪結いの実演や呼び出しによる太鼓の披露で観客を楽しませました。11時頃からは土俵入りと弓取り式を実施。横綱照ノ富士による圧巻の四股に合わせ、観客からは熱のこもった掛け声が飛んでいました。行事終了後にはサイン会や写真撮影も行われました。 2K ニュースでした。